らしてな。僕ドラえもん。それいいね。いいよね。前回はね、文化祭がね、あれお茶だったからな、こういうのがなかったな。さてどこに見に行こうかな。茶道部はいいし、これも全部見たことあるんだよな。よし、演劇部に行こう。ここは飛ばします。時代劇。時代劇、ここ興味ないの？そうだね、テレビはドラマか歌番組見てるし。ドラマか歌番組だと。俺はバラエティ番組ばっかりだ。あー、でもこれで面白いの分かったな。確かにな、気を使ってくれるんだな。うん。ただいまから桐木野高校演劇部文化祭公演時代劇親子連れ狐を上演いたします。尾上二刀は今日も冥府魔道の旅を続けていた。尾上二刀とお見受けいたす。いざ勝負。いざ、いざ、いざ、大将じゃーん。どうだったかな。カットしたから覚えてねえな。いや、実際はちょっと見たんだけどね、ちょっとな、あんま面白くなかったな。まあ、いい出来だったけどね。そんなもんです。うん、どうだった。あー、みゆき、実はすっかり寝こけてたんだ。あー、そうですか。隣で見たらわかるだろう。文化祭どうだった？ずーっと楽しみにしてたんだけどな。そんなもんなのかな。何？来年は頑張るぞ。あう。ごめんねの言い方がめっちゃ可愛い。しまった。場所忘れるんだよな。よいしょー、水族館に来てます。だら、本当に宮崎ってはずなのに、何回なんだかの毎回新鮮だよねって。初めて来たんだけど。うん、じゃあ入ろう。入ろうぜ。水族館俺あんまり現実で行ってないな。ねえねえ、気のせいかな。中のサメがみんなみゆきの周り。明らかに狙われてるね、ことぶきさん。うん、水槽があってよかったね。ことぶきさんってそんなに美味しいのそうなのかな。ダメ、みゆき全然美味しくないから。海の仲間にも誤解のないように言っといて。お願いだよ、怖くて海行けない。 あんまりいい印象じゃなかったぞ、くそ。やばいなこれ。くそ、3回連続だな、くそ。そう、でもね、こっからな、デート連続だからな。よーし、デートもう一回行くぜ。今度こそうまくいくぞ。おい、うまくいくぞ。おい、今日はどこ、どこに行こうか。ブティックへ行こうぜ。いいよ、レッツゴー。クリスマスの近い時に行ったあれなんだ。クリスマスの音楽が流れるんだ。雪に似合いそうだけど。うん、ことぶきさんにぴったりだよ。なんか目立ちすぎない。いいね、すごく目立つよ。うん、ことぶきさんにはぴったりだよ。うん、みゆきっぽ。割といい印象。やっと好感度上がった。ははーって感じやな。楽しかった。途中までいい。お、ことぶきさんの年賀状だ。このデザインがいかにもことぶきさんの感じってだ。
うん、初めて見た。初めて見たぞ。初詣はどうしようかな。女の子を誘う、そう、寿さんにしようかね。うん。お、いいねー。取り目の前ね。どうせ、私服なんでしょ？寿さんは。知ってるよ。えい。あ、ごめん、待たしちゃったかな。うん、そうなんだ、よかった。行こう。行こうぜさて、今日は何をお願いしようかな。恋愛だ。寿さんともっと仲良くなれますように。うえー、お、なんか尊敬になってきたぞ。ぞーい。ねえねえ、おみ。聞こうぜ。あー、やっぱり行くんだ。やっぱ嫌いなんかな、こういう運ゲーのやつは。どれどれ、今年の運勢は大吉。今年の俺は一人でしようぜ。どうだった？ママかな。寿さんはどうだった？あー、みゆきはいつも。いつも同じ？それってどういうこと？それってこれ以上悪くならないってこと？じゃあいつ引いても大吉っていいの？やだな、それはちょっと。今日は逆に運がいいわ。楽しかった。また来年もこうだといい。うえー、うん。でも来年の話をすると鬼が笑うって言うけどね。そうなの？なんで笑うの？それに鬼って鬼は外の鬼、元にいるの？知らない。知らねえバカ野郎。あ、そういえば今日は寿さんの誕生日だったんだ。プレゼントをあげる。何をあげるつもりだっけ？うん、テニスラケットだろ。あれ、あ、待てよ、これね、テニスラケットじゃなかった気がする。はい、どうのびのび宇宙人人形らしいですよ。マジか、絶対テニスラケットあげるや。こんなん突然だけど、ことぶきさん、はい、これ誕生日プレゼント。あー、知ってたんだ、ありがとう。うちなんてさ、親まで忘れるんだよ、たまに。そうなんだ。そりゃ運が悪いとかそんなレベルじゃないぞ。はい、今回は山に行こうと思っております。途中ちょっと心配だったけど、見事に晴れたね。うん、空気は綺麗だし、紫外線は眩しい。気持ちいい。うん、これぞまさしく絶好の行楽日和ってやつだね。ほんとほんと。出発進行。ねえ、みゆきの親どう？だ、あおってすごいな、この声優さん。だ、あおってやって、この声優さんのあれだな、最後のあのボイスみたいな、ボイスっていうか、感想みたいな。すごく似合ってて可愛いよ。最新のウェーダーだね、かっこいいよ。スキーがうまそうに見える。うわわー、難しいな。一番上かな。すごく似合ってて可愛いよ。ありがとう。どうせみゆきそんなに滑れないからさ、ウェアだけは気にしてるんだ。うえ、割といい印象。ふふい。いや、みゆきちゃんね、超いい子なんだよな。なんでかって言ったら ね、マジでね、デートね、マジですっぽかさないからね。すっぽかさないっていうか、断らないから超いい。途中まで一緒。みゆき、ボーリングはあんまり得意じゃないけど、いい？あ、ボーリングが得意じゃないんだ。気にしない気にしない、さあ行こう。そうだね。じゃ、ボーリングじゃなくて、ビリヤードに行こうと思ったけど、ボーリング。あー、そうだ、せめて両手でボールを持つのはやめようよ。せめて 2,3 歩でいいから助走をつけよう。そのままでいいから、もう少し強く投げよう。いや、うん、真ん中だな。せめて 2,3 歩でいいから助走をつけよう。そうだよ、割といい印象、最高。楽しかった。途中まで一緒だね。このセリフが全部一緒っていうのがね、ちょっとテンション下がるんだよな。スキーは
得意な方は？はい、今回もスキー場に来てます。スキーは得意な方？うん、バッチリインストラクターなみさ。まあなんとか滑れた程度かな。いや恥ずかしいけど実は全然ダメなんだどうしようかな、めっちゃ迷うな。これはね迷うな。これだって人によって全然違うじゃないか。いや恥ずかしいけど実は全然ダメなんだ。バッチリバッチリだな、最高じゃないか。いくらみゆきでも歌ばっかのところくらい覚えてるよ。ちょっとつまん、しまった。やっほー、おやっほー。あ、ことぶきさん、ギリチョコやめて。ありがとう。別に俺なんていいよ、どうせギリチョコだから。そんなギリギリ言わなくてもいいのにな。はい、今日は絶好の遊園地に来てます。え、遊園地日和？何それ。まあまあ細かく、うん、気にしない。俺は何も気にしない。ジェットコースターに乗ろうぜ。いい、好きそうだもんな、お前な、本当にな、もうね、ぶっ壊れるかもしれんけど。いやー、これって並んで、うん、結構ドキドキするよね。さあ、早速、行こう。ただいま、重大な故障が発見されたため、本日のジェットコースターの運行は、これにて中止させていただきます。なにマジで？あ、あれことぶきさんが乗ったから壊れたんだよきっと。それはすごいな、よう作ったわメーカーっていうかこの会社。こんなの選ばないだよ誰も。考えすぎだ。それはそれと故障は関係ないよ。事故に巻き込まれなくてよかったね。考えすぎだよ。そうかな、まあこんなもんだろ。今日は何日だ ?8 月の後半だな。え、今日何の日だっけ。あっそうでしょ。なんだと、はい、お誕生日おめでとう。ありがとう。まあ今2月なんだけどね、あのゲーム内では。ありがとう、よく覚えてくれたね。いやー、今日だってことは覚えてたし、プレゼントまで用意したのにうっかり私。おー、うっかりしてんな。おい、お、服装が変わってる。緑になっている。今日はどファンシーショップ行こうぜ。さっき不幸からあなたを守る身代わり地蔵くんっていうの身代わり地蔵ってやばいな。そんなのインチキに決まってるじゃないか。気休めになればいいんじゃない。ことぶきさんがピンと来たらきっと効果があるよ。バッチリにしよう。全然ときめきしねえなこいつめっちゃいい子なんだけどな。今日は本当に楽しかったよ。ここで、まあ、正直バッチリがね少なかったからな。はい、とさて俺もお返しを渡すとするか。誰に渡そうかな。元次郎ことぶきさん、うん、ことぶきさんに渡そう。すげえな、あーっていう。はい、バレンタインのお返し。あー、そっか、今日はホワイトデーか。うえ、嬉しいだろう。シクシクってどういうことやね。君はまた部活を休んだので退部してもらう。しょうがなくない。うっそやん、一回退部したら入れんの、もう二度と。なに、もう一回入部させておくれよ。バカな、また最初から。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。